ここが DHV マゼランの環境、羽橋部隊の司令室ね。航行中の船内はいつもこういう状態なの。彼はタールマ、医者であり地球物理学者、さらに DHV マゼランの艦長兼操縦士。彼もドゥームスなの。あそこの操縦装置がタール潮流とつながっている。だから艦内でもここだけ濃度が高いの。ようこそ。よろしく、サム。このままで悪いが、今は手が離せないんだ。一人でこの船？ああ、ほとんどはコンピューター任せだが。これは潜水艦？ああ、そうだ。だが水ではなく、タールの中を潜る。地表下にタール潮流がある。その中を潜航しているの。フラジャイル、君は？私？羽橋部隊の作戦実行のリーダーよ。君がリーダーか。そうよ。もう壊れやすい私じゃない。名前なのか。あ、サム、失礼だな。私も羽橋部隊のメンバーなんだ。はじめまして、サム。人形？え、何？人形？人形じゃない。よく見てほしい。私は生きているぞ。彼はドールマン。この人形にカーを宿しているの、ね、その名の通りね。元は霊媒師だった。ああ、肉体があった頃ね。今となっては過ぎた話だ。この姿になってからその能力が消え失せたよ。ルー、どこだ？私のいたところでも赤ちゃんは生まれなくて、ずっとお母さんのお腹にいた。そう、ここではね、赤ちゃんはね、生まれて大きくなる、そういう世界なの。トゥモローが理解できないのも仕方ないだろう。彼女がいたのは死者の空間だ。だから子供が生まれてくることもなかったんだろう。じゃあレイニーの赤ちゃんは生まれるでしょ？いつかは生まれるはずだ。そうだろ？ごめんね。大丈夫。Raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to be thrownRaindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talk to the sun. ひどい歌だ。いや、よかっただろ。レイニーは赤ちゃんを産むお母さん。うん。早く出ておいでね。わ、ひどい歌だ。上位ビーチ基準計確定。
UB 座標 L47.37 B プラス 6.32。 ハートマン、元気そうだな、サム。よく来てくれた。お、久しぶりだな。調子はどうだ？このパワーアシストがあれば、見てろ、いつでも。どこでも。安心して心停止できる。ベッドももう必要なくなった。5年ぶりだな。東京ゲームショー、ありがとう。ちょっと音が。これカメラをこう向けるとポーズを撮ってくれる。あ、そうです。あの目線もこっち向きます。リアルタイムなんで。でこのマゼラン号の中自分で選べるんですよ、どこで撮るとかも。あの今回は3つしか持ってきてませんけど、でこの何回でも撮り直せますけど、この写真がちょっとストーリーに関係します。あ、そうなんですね。ストーリーにも影響が出てくるような。これはあのロスで撮ってるんで、1日ぐらいかかってるんで。レアさんが弾けすぎですよね。レアさんすごいですよね。あのレアさんダンスが大好きな方で、マイケル・ジャクソンを子供の時にコピーしてたんで、むちゃくちゃうまいです。はい、これあのフォトモードとは別のゲームの中のやつですね。はい、ちょっとシーンとしてますけどね、大丈夫ですかね。でもこのできた写真の質感がね、こうやって撮れます。で壁に貼ったりできますんで、うんうんうん、あの得点が出るんですよ。こっち向いてるとか目が閉じてるとか。